新しく建てるマイホームに置く家具の配置を考えているんですが、どんなことを基準にすればいいのかわからず悩んでいます。家具はいろいろな置き方ができてしまうので、どれが本当に良いのか迷ってしまいますよね。ですが家具配置の基準やそれを考慮したおすすめの間取りを知ってもらうと、家具の配置を考えるのがぐっと楽になるんですよ。本当ですか？ぜひ教えてもらえないでしょうか？わかりました。今回はリビング、ダイニングにおすすめの家具配置の事例や配置の決め方を詳しくご紹介します。よろしくお願いします。このチャンネルはヤマダホールディングスグループのハウスメーカー、ヤマダホームズが注文住宅を検討している方に役立つ情報を発信しております。設立70年で築いた実績と年間2000棟建てているノウハウで、初心者にもわかりやすく失敗しないための理想の住まい作りを解説します。まずリビングの家具配置からご紹介します。今回はリビングに置くことを予定されている方が多いソファーセットとテレビボードの配置をご説明しますね。 LDK の家具配置は間取りが縦長か横長かで若干おすすめが変わりますので、それぞれに分けてお伝えします。それは参考になりそうです。リビングの家具配置は家族同士のコミュニケーションを重視するか、テレビへの集中のしやすさを重視するかでおすすめが変わります。コミュニケーションとテレビですか？どういうことでしょう？ではこちらの縦長 LDK の図をご覧ください。こちらは家族同士のコミュニケーションを重視した家具配置の一例です。ソファーとキッチン、ダイニングテーブル、それぞれが他の場所にいる家族の顔が見えやすい配置になっています。お互いの顔が視界に入ることで自然と会話が生まれやすくなっているんですよ。なるほど。同じ部屋の中にいてもやっぱり顔が見えた方が話しかけやすいですよね。そうですよね。もう一つのテレビに集中しやすいこちらの家具配置を見ていただくと、それぞれのメリットの違いがよくわかると思います。このソファーの配置だと他の人の動きやキッチンなどにあるものが目に入らないため、テレビに集中しやすくなります。テレビでじっくり映画などを見たいときはいいかもしれませんね。初めの例と違い、キッチン側にいる人の姿は見えないため、コミュニケーションの機会は減るかもしれません。ですが、そのおかげで集中して映画などを見ることができるわけです。キッチンやダイニングにずっと家族がいるわけではないし、この配置もなかなか良さそうです。ただ、南側に大きな窓を取るプランだと、テレビが窓に重なってしまうことになります。その際は、テレビの上に横長の高窓をつけるプランを検討していただくと良いかもしれませんね。南側に大きな窓をつけても目の前が道路だと通る人の視線が気になってカーテンを閉めっぱなしになるという話を聞いたことがあります。それなら大きな窓ではなく高い位置の窓にしてもいいのかもしれませんね。その通りですね。もちろんそれでも南側に大きな窓を取りたいという方もいらっしゃると思います。その時は最初にご紹介した家具配置で検討していただくと良いでしょう。どちらにしても重視したいことで家具配置は変わりますので、まずはリビングでどんな過ごし方をしたいかご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。早速家族の意見を聞いてみます。次に横長 LDK のおすすめ家具配置をご紹介します。こちらも家族同士のコミュニケーションを重視したいかテレビに集中したいかで家具配置が変わります。まずコミュニケーションを重視した家具配置からご覧ください。基本的なソファーやテレビボードの配置は縦長 LDK と同じでしょうか？その通りです。キッチンやダイニングに対して平行にソファーを置くとそれぞれの場所から話しかけやすくなります。確かに会話が増えそうですね。次にテレビに集中しやすい家具配置はこちらの図のようになります。キッチンやダイニングに背を向けることになりますが、おかげでテレビに集中しやすくなります。テレビで映画を見ているときにキッチンが視界に入ってつい家事のことを思い出してしまうということがなさそうですね。ただこの家具配置で部屋の入り口がテレビのすぐ横にあると帰宅した人が入ってきたときなどに気になってしまうかもしれません。確かに映画のいいシーンのときに不意に入り口から人が現れたらちょっとがっかりしてしまいそうです。縦長 LDK ではテレビのすぐ横に入り口が来ることはあまりないんですが、横長 LDK では十分ありえます。もしこの入り口の位置でテレビに集中できるようにするなら、こちらの家具配置も検討してみてください。テレビまでの距離がちょっと近いですか？そうですね。テレビの画面が近すぎるほどではありませんが、
家具はボリュームの少ないものを選んだ方が窮屈に感じずに済むでしょう。家具の配置は入り口も関係してくるんですね。その通りです。家具配置を考えるときは入り口や窓の位置、人の動きなども考えて計画するとより使いやすくなりますよ。わかりました。続いておすすめのダイニングテーブルの配置についてお伝えします。ダイニングテーブルの配置は3つほどおすすめがあるのですが、それぞれメリット、デメリットが異なりますので一つずつ順に解説していきますね。よろしくお願いします。一つ目のおすすめの配置はキッチンから見てダイニングテーブルを垂直にする配置です。この配置はキッチンにいる人からダイニングテーブルに座っている全員の顔がよく見えるというメリットがあります。料理をしている時に待っている子供たちと楽しく会話ができそうですね。またリビング側にダイニングテーブルがあまりせり出してこないので、コンパクトな広さの LDK にも適した配置なんですよ。なるほど。2つ目のおすすめの配置はキッチンに対して平行に少し離してダイニングテーブルを置く配置です。この配置はダイニングテーブルの周りにスペースができるので開放的でゆとりを感じられる点がメリットです。またダイニング側に収納があるキッチンだと先ほどのようにダイニングテーブルを寄せることができないため自然とこの配置になります。キッチン側に背を向ける席がありますが、遠く離れているわけではないので会話はできますよね。そうですね。会話は十分できる距離なのでそれほど心配ないと思います。ただこの配置は比較的広めなダイニングスペースが必要です。この家具配置を計画する場合は設計の早めの段階で住宅会社に希望を伝えるようにしましょう。わかりました。3つ目のおすすめの配置はキッチンの横にダイニングテーブルを並べる配置です。キッチンのすぐ隣にダイニングテーブルがあるので料理を出したり食事が終わった後に食器を片付けたりするのがとても楽にできます。子供がここで宿題をやれば料理をしながら見てあげられますね。それも大きなメリットですね。ただこちらもダイニングスペースが広めに必要になり、さらにキッチン本体や食器棚、冷蔵庫の位置なども考えながら設計しなければなりません。ですのでこの配置を希望される場合も早めに住宅会社に希望を伝えてじっくり打ち合わせをするとより使いやすい配置になります。なるほど。早めに相談するようにします。最後に LDK の家具配置での失敗例を2つご紹介します。家具配置の失敗1つ目は家具が大きくて部屋が狭くなってしまったことです。これは購入した家具が想像よりも大きく周りのスペースに余裕がなくなったり見た目が窮屈になったりしてしまう失敗です。なぜそうした失敗をしてしまうんでしょう。比較的よく聞く原因は間取りに入るサイズであることをネットで確認して購入したものの、届いてみたら背もたれや肘掛けのボリュームが結構あり部屋が狭くなってしまったというものです。これは家具屋さんで実物を見ると防げますか。それが一番おすすめの対策ですね。たとえ買うのはネットでも実物はどれくらいの大きさに感じるか家具屋さんで下見をしておくと想像より大きかったという失敗を防ぎやすくなります。特に背もたれや肘掛けが大きなものや色が濃いものは実物が大きく見えることが多いので注意してください。なるほど。一度家具屋さんに行ってみます。家具配置の失敗2つ目は家具を置きすぎて部屋が暗くなったことです。家具を置くには室内の壁の部分が必要ですが、あまり家具が多いと窓が少なくなり部屋が暗くなってしまうことがあるんですよ。特に LDK はソファーやテレビボードもあるので注意が必要です。我が家は本棚や子供の本やランドセルをしまうラックなどを置きたいと考えています。そういった家具を置けるように壁を作り、さらにクローゼットやドアもあることを考えると意外と窓が少なくなるかもしれませんね。お気に入りの家具なので置きたいんですが、LDK が暗いのは避けたいです。どうしたらいいんでしょうか。そういった場合は LDK に吹き抜けを作り高い位置に窓を取って明るくするという方法がおすすめです。吹き抜けを作れば家具に影響されずに窓が取れますし、 LDK を広く感じさせてくれるメリットもありますよ。それなら家具をたくさん置いても大丈夫そうですね。参考になりました。今回はリビング・ダイニングの家具配置について、リビングではコミュニケーションのしやすさとテレビへの集中のしやすさの点で
おすすめの事例をご紹介しました。さらにダイニングテーブルの配置では3種類の事例をメリット、デメリットとともに解説しました。お伝えした事例や注意点を参考にしていただき、より住みやすい LDK の間取りを実現させてください。最後までご覧いただきありがとうございます。全国にあるヤマダホームズのモデルハウスでは、実際の間取りの中で様々な家具の配置をご自身の目で確かめていただくことができます。またどのような家具配置にすれば部屋を使いやすく広く感じるようにできるかといったアドバイスもさせていただいておりますので、概要欄のリンクからお近くの展示場を探していただき、ぜひ足をお運びください。